聞いてください。私の親友がアメリカに4年間留学します。アメリカは日本から遠いのであまり会えません。私はとても寂しいです。とてもとてもとてもとっても寂しいです。親友がアメリカに留学するので 寂しい限りです。親友がアメリカに留学するので寂しい限りです。今日は JLPT N1 の文型限りだについてレッスンします。この文型は自分の気持ちが とてもとても寂しい、嬉しい、羨ましい、ありがたいという自分の気持ちを言うときに使う表現です。アジティブ、プラス、限りですって言います。じゃあ、最初の例文に戻りましょう。私は言いました。親友が アメリカに留学するので、寂しい限りです。親友がアメリカに留学します。だから、私の気持ちは、とてもとても寂しいです。寂しい限りです。寂しい限りです。ですね。じゃあ、もう一つ例文を見てみましょう。 私の友達が宝くじに当たったそうです。いいなぁ、羨ましいなあ私は外れました。いいなぁ、羨ましいなあ私はとてもとてもとっても羨ましいです。友達が 宝くじに当たったので、羨ましい限りです。友達が宝くじに当たったので、羨ましい限りです。限りですの使い方はもう大丈夫ですか皆さんが自分の気持ちを強く表現したいとき、この文型を使ってください。 皆さん今日も見てくださってありがとうございますもし今日のレッスンが気に入ってくれたらいいねを押して通知をオンにしてお友達にシェアお願いしますそしてもちろんチャンネル登録も忘れずにお願いしますじゃあまた会いましょうまたねーそれからもう一つ私たちはオンラインレッスンもしています もし皆さんがオンラインレッスンをしたかったら、スカイプで、フェイスとフェイスで、授業をすることができます。ぜひ、ごとに連絡をしてください。